朝からね宅配が2つ届いて、1つはイップサのこれ乳液かな、買ったんですけど、これいっぱい種類があって、 ME スーペリア3番を買いました。これはね、張りツヤが出たりとか、あとシミそばかすがある人にいいみたいで、これがチャッチャッチャー、今日は2月14日バレンタインデーなんですけど、ハッピーバレンタインデー、ウームオリジナルウームから2つね届きました。じゃじゃん、かわいい、すごい、ありがとうございます。ということで、今日はとある一日久しぶりに撮っていきたいと思います。で、今日はなんかオフっていうオフは久しぶりかな、何にもない日なので、今日は中目黒に気になるお店がいくつかあるので、中目黒でランチしてからちょっとプラプラしてって感じかな。なので今日は中目黒にこれから行っていきたいと思います。で、今日塗ってるリップはこの前紹介したメディアのブライトアップルージュの RS の04番を今日は塗ってます。いい感じ。あと今日のコーディネートも紹介しようと思います。これはなんかいつかの、どこだろう、これこのニットは不明です。ロング丈の白いニットに、この最近買ったこのブランドに、まだ最近出会ったばっかりでブランド名が詳しく分かんないんですけど、なんとかっていうところで、でカバンはグッチで、あとはこれなんかザラで買ったレギンスに、靴もカバンと一緒グッチです。で、いつも持ち歩いてるカバン、これはウータンのおもちゃとかお菓子とかおむつとか、ウータングッズです。すごい隠れ家的な感じ。ここを登った先にあります。頼もう、ユズスパークリングと、これにしよう、有機煎茶。有機煎茶、はい。お腹痛い、ここお腹痛い、ピッピ見てください。病院ごっこ始まった。大丈夫ですか？はい、はい、大丈夫です。ありがとうございました、先生。はい、さよなら。今度ウータン患者さん、お金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 お腹痛いんですか？では見ますね、見してください。あ、耳ですね、はい、耳つけて、ピッ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 、はい、大丈夫です。はい、口開けてください。お、上手。はい、大丈夫です。何歌いたい？何歌か分かれたの？僕分かれちゃうの。フリット美味しい。天ぷらどう？めっちゃうまい。もうほとんど食べちゃったね。じゃじゃじゃーん、いちご？いちごが入ってる。今はランチを食べ終わって、中目黒のね住宅街を歩いております。この歌聞かんといてくれよ。何、目黒川を散歩するっていう曲。くぼのすくぐって、オンチ。くぼのすくぐっていいね、高級住宅街という感じですね、この辺は。おー、すごいところに入ってくね。車駐車場戻れるよね、大丈夫だよね。今からハロー UFO っていう韓国ファッションの、私がずっと気になったお店があって、事前にインスタグラムの DM でそこのオーナーさんのめぐみさんっていう方に連絡して、撮影したいんだけどっていう連絡をさせてもらったら、心よく OK、 いいよって、そんな感じじゃないけど、そういう人違う違う、いいですよぜひみたいな。全然違うやん。あ、これかもしれない、これだ、ということで、お店着きました。ここです。で、なんかメグさんの旦那さんが隣でやってるのって、ね、メンズ、メンズ、よ、めっちゃ可愛いの。ハロー UFO、 チャリーオーナーのメグさんです。お願いします。
よ。華奢な方はより華奢に見せてくれるデザインになってます。色も好きそうな色だね。だね、すごい似合ってます。花見の時期に桜が咲いたらって言ってほしい。どう描くんですか。漢字は差が早いで、斜が糸辺に少ない。福岡から。結局まだ二十歳なんですけど、ちょうど髪の毛もなんか同じような長さと、ね、カラーリング兄弟かなと思って大丈夫。サイズ感違うんですか。サイズ同じです。うん、好きそうだね。ね、かわいい。絶対出会えないデザインって感じ。出会えてるけど。その他の人とあんまり被りたくないから、うちのお店の服を見に来る、選んでくれる人が多いですよね。いや、全部オリジナルではないです。メーカーさんと、はい、そうであります。はい、かわいいです。Are we lost? Are we not? Are we real? Are we turning to dust? Do you feel what I feel? Have we changed so damn much? Can we heal? You're not saying a word.基本的に僕がこう動画で洋服とかアイテムを紹介するんですけど、はい、紹介したものをこうお店に行っていってる感じで、うん、もともとは違う古着屋さんで働いてた時から YouTube を始めたんですけど、はい、でその流れでお店をやることになった。すごい、はい、しかも夫婦でお店隣り合わせで、もう憧れるいい感じだよね。買い物が終了して、そうずっとね行きたかったから嬉しかった。めぐさんともお話できて、次ねちょっとオニパスコーヒーってとこ行きます。行きまーす。本当はもっとねカフェ行こうと思ったんだけど寒すぎるから、コーヒーだけ買って帰ろうかしら。買いました、買いました。目黒川沿いを歩いております。お兄さん、はい、いけてますね、コーヒー片手に。そうやろ、コーヒー飲めないくせに私のコーヒー持ってます。コーヒーとお酒は飲めませんから俺はコーヒー飲めないから、うん、今から甘いやつを買う、うん、オッケー、ピーナッツカフェだね。ここさ、桜の時期めっちゃいいよね。さあ車へ向かっております。よかったね、今日いい買い物できて。本当にもうめっちゃいいものに巡り合えたし、本当におしゃれですね。さすが目黒って感じですこれからじゅんくんのパパの誕生日プレゼント、還暦の誕生日祝い。そう、何買おうか決めてないんだよ。文句で、文句でもうちょっと考えよう、ゆっくり。さよなら。落ち着け言うてる、落ち着け言うてる。じゃあ今日はバレンタインということで、うたのじゃないよ、プレゼント。そう、プレゼント。あ、シールがあるよ。あれ、レインボーの、イエーイ、ヴィトンでTシャツを、めっちゃかわいい。ハッピーバレンタイン。超かわいい。ありがとうございました。本当に。じゃあホワイトデーはじゅんくんの手料理とじゅんくんのお手紙がいい。オッケー。本当に言ったね。このぐらい A4 に3枚。がいいです。私手紙もらったことないもん。ということで今日は久しぶりにとある一日を撮ってみました。ちょっともうね、買い物とかして疲れちゃったからおしまいにします。この動画が良かったよと思ってくれた方はグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。
またねー。